伝説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 。いやもうなんか言おうと喋ろうと思ってるけど何にも言葉が動かなかったのでそのまま進んでいきましょう。はい、進んでいきます。つけてとかとりあえずね、うん、でエロさを感じないもしなんか神秘を感じる巨乳をちょっと眺めながら進んでいきましょうかということでね。あと前回はまあ警察署で大暴れしてですね、あのなんとか次に向かうことができるようになったので、まあ、なんとかっていうか、もともと住んでるんだけどね。はい。なので、謎解きをして、ちょっとじいちゃん、G2 ちゃんを倒し、ぶちのめして、次のステージ進んでいきましょうか。いよいよね。まあ、今回で、なんとか地下編を終わりにして、で、ピン。研究所向かっていこうか。これゾンビとか復活してないんで大丈夫だよね。いや、これを通し。上へ参ります。すごいね、もうほんと惨殺されてるよね。誰も生きてないよね。おめえもジャイアン死んでるじゃん。はい、ではこの下ピッて降りましょうか。うっ、戻るときにまたあの G の容体、じゃあ G の生体か、出てきたりしないよね。大丈夫だよ。あまりにも気持ちよすぎて皮がむけすぎて果てきっちゃったじいちゃん。そうそうそう、大丈夫そうだな。よし、じゃあ行きましょうか。いやー12月入っちゃったよね。本当にしっぽりしっぽりしてるわ。あ、そうそう、なんかしっぽりって言葉がこうなんかどう表現していいかわからないんやけど、なんかこうなんとなくさ、その、まあ、まったり感というかこうゆっくりというか秋の夜長、まあもう冬に入ってきて秋の夜長にこう黄昏れるじゃなくて物思いにふけてゆっくりするみたいな、なんかそんなイメージで僕は使ってたんですけど、嫁に全然なんかあの通用しなくて しっぽりって何みたいな感じだったから、あーよし、あそこに大成功。前回の文字頑張ってシェリー、初めから分かってた感じね。よし、じゃあ戻りましょう。戻りましょうじゃね、戻んない、おじけつくな。今から新しいボスと戦うんですよ。さあ果たしてこれでぶち込みまくってどのくらいで倒せるかだよね。まあでも弾の数が弾の数だから、うん、一発でいけるかなとは思うんだけどね。ロケットランチャーぶち込みまくって勝ったみたいな、そんな感じでいきたいと思うんだけど、まあでも回復アイテム2つじゃなんとかなるっしょ。ほいほい、あれ違った、3つか。でんおやすです。よかった。これ電源が落ちてるのに、そのシェリーが行ったことによって電源が落ちたのか、それとも電源が落ちる前からあそこにいたのか、まあ、いずれにせよどうやってそこ入ったのって思うけどね。ほらねー、逃げる、逃げ足の速いやつ、ほらららら、パラパラしてやがるぜ。おいちょ、ちょ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 、右腕もいでやろうか。来るか、もう一発。あ、ちょ、ああ、早い。一定のダメージを与えた。ゲイ。ゲイ。全く物理的なあらゆる法則を無視していってるけどね。本来あそこで鉄板が目の前にボーンってきたらぶつかってベーンってなるはずなんだけど、なんともならなかったっていうね。あ、しまった。カウンター武器何もほとんど取り揃えてないけど大丈夫かな。後ろから、あ、ポチッとな、来てるよね。あ、来てた来てた、近い、早い早い近い早い近い近い安い早い近い安い高い、さあ来い、さあ来い、ドララ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 ラ、あ、ちょっと待って、あ、違う、倒れるのが早い。ちょっと思ってた場所で倒れてない。これどうしようかな。これでも今戻って来られたら困るよ。どうしようかな。もう一回ぶちのめす機会をいただきたい。あ、いいね、先行手段だ。おー、みなぎってる。みなぎんじゃないわ、みなぎんじゃない。お亡くなりになって、レーシングしてやっか。最近だったら ICL か。んよし、オッケー。じゃあサプライズプレゼント、ペイバックタイム。別に何かペイされたことになって、よし、これ一発でいけるっしょ。おりゃ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 、これ走ってくる、やばい。でぇー、あれ、あ、嘘、
いい一撃じゃなかった。ちょっと待って、それは予想外ダンス。予想外です。怒ってる、なんでそっち向かってった。キーボードの操作ミス。やばい。回復。めっちゃ荒ぶってる。飛んできた。よし。倒れてる。やろう。今度こそやられたんで、ペイバックタイム。アンコールの時間。よし。で、来たら止めてやる。おりゃ。よし。どうだ。あ、ちょっと待って。おい。マジか。ちょっと予想外です。これ聞いてない。お涙ちょうだい。うっそー。あんな、かするってことあるの？かするくらいだったらぶつかって飛んでけよ。マジかよ。やばい。それは予想外出たいです。出て。はい、どっか行って、消えて。ちょっと待って、こんなに苦労することもないぞ、スピード。ちょ。ダメージを食らったというか、ぶつかったって感じだね。うらうら。よし、倒れた。ここまで離れてりゃ、もう無理でしょ。三度目の正直。いや、二度あることを三度。いや、三度目の正直。仏の顔も三度まで。こっちももうお怒りの。来るな。マジかよ。四回目。ちょっと待って、これは聞いてないし、ど下手くそだし、痛いし、マジかよ。ドゥ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 。やばい。あ、相手も相当怒ってる。痛いの出す。やばい。うおー、こんなに寂しいアイテム欄もなんか久々かもしんない。フッ、オッケー、カルプリー。もう。ちょっと、じわじわ。よし。もうこれで大丈夫だ。もうさすがに、もう5回目とか言えで。早く来い。こういう時に走ってくんだよ。みなぎってんじゃないわよ、もちろん。よいしょ、えいや、ぷな。パソコン画面固まったけど。いやー、まさかの。4回コンテナを動かすことになるとは。これはまああれだね。どこで言うと、ペパだね。よっぽどだ。やっちまったなぁ。いやごめんね、シェリー。無駄に疲れてしまった。待たせちゃって。くそ。ということで、あ、なんかナイフ返ってきた。お帰り。もう一本ナイフ。もう一本あった。2本返ってきた。お帰り。もういいよ。よし。まあ、なんだかね。ママはここだ。なりましたよ、本当に。じゃあ、今から帰ろっか。ね。シンプルに疲れたわ。4回もあんな。戦い方をしたら。シェリー。ずっとここにいたの？しかもクレアって名前ちゃんと覚えてくれてるし、どこで見てたのよそれっていうね。なんかモニタールームみたいなのがあるのかな。うわぁ、これが父親に侵された少女の顔。皆さん少々、やめとこ。シェリーは感染してる。もう救えないのよ。何言ってるの？母親でしょ、どうにもなりまちゃうってなったら諦めるもんなの。だとしたらせめてケンドみたいにとどめを刺しに行くっていうことをやらなきゃいけないんじゃないかなと。ケンドってクレアのこと知ってるのかな？クリスとジュラはね、当然知ってるだろう。そもそもクレアどこに住んでたのって話だね。ママで私のこと感心させたの？違うの、あなたを感染させたのはパパなのよ。私は知らない。シェリー愛してるわ、さようなら。シェリー、なんかまあ白状でございますよね。愛してるわっていくらだったら自らの手で何とかしよう。あ、ちょっと待って、なんか服がテロテロしてる。いや、気のせいだね。あ、大丈夫。冗談じゃないよ。大丈夫よ、私が助けてあげるから。急にミスターツーリーだった。どうして助けてくれボンクレ。だからバイオツ。解けないでしょ。違うよね。ありがとう。Thank you。じゃあ行きましょうか。
だから研究所に向かっていきたいと思いますので、よいしょよいしょよいしょ。いやーにしも寂しい研究所になっちゃったよね。待って、あのケーブルか。巨乳と貧乳が、あ、は、ちょっと待って、え、カメラがテロテロテロでしょ、ちょっと待って、ハゲてる、坊主になってる、どういうことどういうこと、なんで急にゴリンガリになってんの。しかもシェリーに関してちょっと頭のてっぺんハゲてるし、あ、戻ってきました、ただいま。アネットは研究所は近くにある。アプリ落ちた。あのケーブルか。笑いが止まんねえ。なんで髪の毛普通に戻ってるし、いやー、なんであんな今さっきハゲたりハゲなかったり、もうあのアプリ落ちて立ち上げてる最中も後ろで編集さんとずっとクスクス笑いながらやった。もう本当にいや、いいよね、おっぱい同士が重なるっていいよね、エロいよね。そんなのはどうでもいいんだけどさ、いやー、やら、さっきのちょっと、あの、多分今回のパートは あのシーンを見るだけでも面白かったですね。あのシリーに関してはあのつむじっちゅうのつむじのせいで頭完全にハゲてる人みたいな、一本の毛もないから波平以下みたいになったけどいやー面白いね。さあ、じゃあちょっと硬いですけど鉄のベッドに、よし、じゃあ鉄のベッドでお直りくださいませ、うん、はい。シェリー、もうちょっと頑張って、大丈夫だから。本当に目がやばいことになってるよね。あとそれは仕方ないよね、うん。ここへは、じゃあカチャ、もう戻れないかも。忘れ物ないかな。さあどうなるか。こちらはネスト直通です。下へ参ります。到着までしばらくお待ちください。下へ、実際どうなんだろうな、まあ、僕はこう女の子がいる環境で育ったことがないんで、まあ、娘が初めての女の子みたいな感じだから ね、まあ、嫁さんは覗いてだけど、大丈夫、実際妹がいるとやっぱりもうちょっとこう母性クレアのとかで、うん、なるんかな。兄にもらったの、幸運のお守りよ。クレアがいなかったら私、何言ってるの。シェリーは一人でちゃんとやってた。私があなたを巻き込んじゃったのよ。あなたのでしょ。もういらない。そうなの？どうして？可愛いのに。これ結構リアルだよね。ママにもらったの、去年の誕生日に。ウロボロスを表示してんのかな。去年の誕生日、11歳にウロボロスなんか置くんだよ。一緒に出てくれればそれでよかったのに。この子のパパの同僚がとんでもないことを犯してんだからさ。ねえ、あなたのママは仕事が忙しいみたいだけど。ねえ。シェリー、しっかり。じゃあ一旦、うん、到着しましたので、もう少し頑張ってますかね。この服装になってよくよく見て背中から見ると、あのブラのワイヤーの部分とか若干浮き出たりとかしてる。私が女性の人たちとかそういうのうまく下げてますよね、うん。もう男からしたら隠さないで全部出しちゃえばいいのにって、もうそもそもあの何もつけないで出しちゃえばいいのにって思うけど、そういうこと言ってるからダメなんだよな。よっしゃ、じゃあこのまま向かっていきましょう。でシェリーを預けまして、でセーブしたらこのパートは一旦終わりにして、次回からね研究所編に入っていこうと思いますので、お楽しみいただけたらというふうに思います。じゃあピーピーっていうね、オープンゾーン、隔壁が完全に開放されるまでしばらくお待ちください。コートに手がめり込んでる。プル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 しないんだよな。RE 系はそこのプルプル要素がないんだよな。ゾエミアも貧乳だしさ、お色気担当の、デビー夫人もさダメだしさ、同じ D なんだよな。ドミトレスクとデビーで D 夫人なんだよな。ここでおろ、さてスタイルは抜群だよね。でもなんかそそらないっていうのは、うん、確かにこれを解説してる人からすると、ウイルス剤、これだ、その通り、これを探せばいい。するけどね。ねえ、
シェリー、行ってくるわ。ここで待っててくれる？すぐ戻るから。約束する。じゃあここで、あれだね、さすがのシェリーも娘という扱いで特別扱いできないでここまでなんだね。ありがとうございます。ゲットです。これをなんか、あ、そっか、あいつで使ってやらないとダメだよね、イビーちゃんね。で、特に武器はないから、だから拾ってなかったらあそこで手に入るっていうね、まあ、素晴らしいオチだよね。だから救済措置が結構 RE 系は充実してるんだなって思うよね。まあ、スパークショットとりあえずいらない。これとこれは組み合わせてギャチン、 OK。 じゃあこれはイビー戦で必要になってくるんで持ち合わせておきましょう。小硫酸弾別にいらないかな。回復アイテムはいる。回復アイテムは必要です。まあでもこんだけあれ十分かな。そうだね。よし、じゃあね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。あのハゲたシェリーとクレアお楽しみいただけたでしょうか。またね、あの次回パートをお楽しみいただけたらと思います。チャンネル登録ボタン、グッドボタンをね、応援よろしくお願いいたします。ではちょっとカットしてみます。